こんにちは。キッコーホーの、紹介をしたいと思います。私が常に自分でやっているキッコーホーおよび、キッコーワークにおいて、指導しているキッコーホーを紹介したいと思います。まず気候の準備校、準備体操ですね。それを3つほど今日は紹介いたします。まずスワイショー前後、肩幅平行に足を開きます。で膝を緩めます。軽く手はグーを握って前後に振ります。このように腕を前後に振ります。腕の力を抜いて腕の重みでポンポンポン、このようにのんびりと腕を前後に振っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。コツはあまり一生懸命やらずに自分にとって一番楽に心地よく続けられるリズムで続けていきます。あまり力まずに肩に力を入れずにゆったりと続けていきます。100回、200回、300、500、何回でもいいですので、自分がもう十分やったなって思うところまでやってみてください。肩こりとか四十肩五十肩、そして全身の気血の巡りを良くする効果があります。前後のスワイショーと言います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。十分やったなと思ったら、この腕の振りがだんだん小さくなります。急に止めないでだんだん小さくなってゆっくり止まります。右足半歩開いて、次は回転のスワイショー。頭のてっぺんに100へ、肛門の前に栄陰というツボがあります。ここが体の中心軸。この中心軸を左右にひねります。ちょっと見ててください。少し膝を曲げて重心を落として、そして体の中心軸をひねり始めます。このように左右に振り向くように体をひねります。腕の力は完全に抜けてますので、体にムチのように巻きついてきます。腕がムチのように体に巻きついてきます。でんでん太鼓とか火消しの持つまといのようなイメージです。
この時かかとは上げないでください。かかとはピタッと、床についています。これも無理をせずに自分にとって一番心地よいリズムで続けていきます。回転のスワイショーと言います。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。十分やったなと思ったら、だんだん小さく、だんだん小さくなって、はい、ゆっくり止まります。止まったら足を戻します。足は必ず肩幅で平行、平行立ちです。肩幅で平行。次は体を縦に揺らします。膝を少し緩めて体を縦に揺らします。リズミカルに心地よいリズムを続けていきます。体を縦に揺らします。振動項と言います。自分にとって心地よいリズムを、縦揺れのリズムを続けていきます。体の重みは両足と両足の間にストーンと落ちています。アレンジとして体の重心を右足に移動、右足に乗せて縦揺れ、ゆっくり左へ、左足に乗せて縦揺れ、右、左、はい、真ん中、心地よい縦揺れを続けていきます。大きくゆすりたい人はこのように大きく、細かくゆすりたい人は細かく、肩首の力を抜いて縦揺れを楽しんで続けていきます。十分やったなと思ったら、ゆっくり止まります。
ありがとうございました。今紹介した3つの気功の準備体操、準備功は、一つ一つが気血の巡りを良くする功法でもありますので、一つ一つ楽しんで続けてみてください。必ず体質の変化は起こりますので、楽しみながら毎日少しずつやるといいと思います。次はまた、気功の本校に移っていきたいと思います。ありがとうございました。